宇宙に浮かぶ DSP 衛星の想像図、高度約3.6万キロメートルの正式道上にあり、左下の主センサーは地上を常時監視している。姿勢制御用のスターセンサーは速報、髪型、右方を向いているように見える。DSP 衛星はアメリカ軍の早期警戒衛星である。アメリカ合衆国の弾道ミサイル早期警戒システムの根幹をなすものであり。 アメリカ空軍空軍宇宙軍団によって運用されている。常時3機以上の衛星が搭載の赤外線センサーによって弾道ミサイルや宇宙ロケットの発射、地上の核爆発などが発する特徴的な熱源に対して監視を行っている。探知した情報は迅速に地上ステーションへ通報される。湾岸戦争の砂漠の嵐作戦の時には DSP 衛星によって イラク軍のスカットミサイルの発射情報をイスラエルとサウジアラビアに対して即時に警報していた。この衛星は高度約3.6万キロメートルの正式道場にあり、広角シュミット反射望遠鏡と赤外線センサーを備える。全長約10メートル直径約6.7メートル重量、約2.4トン。望遠鏡の光軸は 回転軸である衛星の長軸に対して7.5度の傾きを持ち、衛星全体が10秒ごとに1回転することで、センサーが地球全体をスキャンする。高熱原体を補足し、弾道ミサイルではブースト段階の監視、追跡を行う。通常、DSP 衛星はタイタン4バイトブースターで、完成上段ロケットと共に打ち上げられていたが、一機の DSP 衛星は、スペースシャトルアトランティスのミッション STS-44 で打ち上げられた。最後のフライト23は、デルタ4ヘビーロケットによって打ち上げられた。DSP 衛星の軌道への設置作業、スペースシャトルのカーゴスペースから取り出されたところ、運用を行う、第14空軍第460宇宙航空団は、コロラド州のバックリー空軍基地に司令部を持ち、 指揮下の DSP 衛星運用部隊より必要に応じ情報リンクを通じて警報をコロラド州コロラドスプリングス近くにあるピーターソン空軍基地の北アメリカ航空宇宙防衛司令部戦略軍装機警戒センターに送る。これらのセンターでは直ちに受信したデータを関係部局や世界中の作戦部隊へと発信する。空軍宇宙軍団のカリフォルニア州ロサンゼルス 空軍基地内の宇宙ミサイルシステムセンターにある宇宙配備赤外線システム航空団が衛星の開発と調達を担当している。国防支援計画は1960年代その前身となる宇宙空間赤外線ミサイル警報システムより始まった。マイデスは1960年の5月24日の最初の打ち上げ成功から1966年に DSP に変わるまでに合わせて12機の衛星を打ち上げた。DSP 衛星の最初の打ち上げは1970年の11月6日で、以来アメリカ合衆国の主要な弾道ミサイル早期警戒システムとなっている。このシステムは過去30年以上にわたって絶え間なく宇宙空間から警戒監視を継続した。最初の DSP 衛星は重量9 0 0ラム。 電力400ワット、センサー素子数2000個、寿命1.25年であった。本計画期間中に衛星の設計は数字にわたり、向上が図られ、信頼性と能力が向上した。最終的には、重量は 2380kg、電力は1275ワット、センサー素子数3列 X6000 個、設計寿命は目標値の5年にまで到達した。 増大し続けるミサイルの脅威に直面して、より正確でより信頼性の高い情報を DSP で得るための数多くの工場化計画が実施された。衛星上のセンサーの信頼性は設計寿命を超えて作動し続けるまでになった。宇宙空間探知センサーを含む最新のセンサー技術の向上と解像度の向上、搭載信号処理コンピュータの性能向上による 背景のイズ除去性能の向上。信頼性向上と生産性向上も同様に持ち合わせていた。23番目で最後となる DSP 衛星はデルタ4ヘビーロケットで2007年4月1日に打ち上げが予定されていたが、フロリダ州ケープカナベラルの発射台に2つのヒビが見つかったために打ち上げ予定は2007年8月28日まで延期となり、 最終的に11月10日に打ち上げられた。DSP 衛星計画は2008年より後継の宇宙空間赤外線システム衛星に置き換えられてきている。DSP は当初25機の計画で始められたが、スバースを優先して最後の2機はキャンセルされた。現在のブロックに至るまでに以下の5つの工場計画が実施された。 衛星の有効性はイラク戦争の砂漠の嵐作戦で広く知られることとなった。それ以前にも火山の噴火や森林火災のような自然災害を赤外線センサーによって感知しており、2009年4月5日には午前11時20分に北朝鮮の環境北東課大軍の基地から発射されたミサイルを探知し、太平洋上に落下したことを確認した。 偵察衛星としては高軌道である静止衛星軌道を飛んでいるので他の低軌道を飛ぶ偵察衛星と比べて長寿命であることが想定できる。主任務が弾道ミサイルの探知なので全地球を探知対象とすると他の偵察衛星と異なり一瞬も監視の目を休めないため最低でも3機の稼働状態の DSP 衛星が常に必要になる。ただし北米やアフリカを 探知対象としなければ、もしくは特定地域のみをカバーするのならば、より少数で済む可能性がある。ありがとうございます。